YouTube ラジオですので今日もやっていくんですけど、今日はね、まあシーズンが終わったということで、まあ振り返りとかね、まあ次の挑戦についてちょっと語りたいと思うんですけど、今日はね、まあそうですね、順位が144位ということで、もうちょい行きたかったですね。やっぱ得意なペッカーの、が強い環境だったので、やっぱりもうちょっとトロフィーは7569ってことで、最後なんですけどね、ちょっと時間内にね、終わった時に5時過ぎちゃってて、そう。それで、本当は、まあ言うて変わらんのですけど、30分ね、トロ最後に取った30ぐらい、反映されなくてね、この辺かな。で、そう、7541になってて、本当は69なんで、まあここら辺でしたね、120、まあここら辺ですね、122、3位ですね。なんで、まあ、言うて20位ぐらいしか変わらないんですけど、まあ、そうですね。ちょっともうちょっと上げたかったなっていう。あと、他のやっぱペッカ使いがもうちょっと上がってたんで、やっぱりね。で、ここ3日ぐらい動画出してなかったんですけど、俺結構ね、トロの上がり下がりがやっぱ激しくて、もうね、落ちた時とかに結構やっぱね、もう焦り散らかしてね、ずっとマルチ回してたんですよね、昨日とか。なんか、ミラティブでね、10時間か。ずっと生放送してて、そう、10時間トロ上げ生放送やってたんですけど、そう、生放送や生配信、まあ同じか。まあやってたんですけどね、本当は YouTube とかでやりたいんですけど、ちょっと今、機材がね、韓国なんで、ちょっと揃ってないんでできなかったんですけどね。そう、そんな感じでね、ずっとやってたんでね、なかなか動画出せなくて、ちょっと申し訳ないですね、本当に。はい、ってな感じで、まあ、もうペッカ環境が終わるということで、次はね、まあ、ファルチェですね。その、まあ、台風のメインになるのはファルチェなんですけど、まあ、そんな感じですね。まあ、とりあえずリップをね、流しながらやっていこうかなと。まあ、これもね、ちょっともう、あと50ぐらいだったんですけどね。ここら辺も勝てればもうちょい上がったかな。最後の方結構グイグイ上がったんですけどね。なんか、足りんですね。足りんかったな。まあ、これはちょっと無理だなって感じだったんですけど。反撃にも勝って、まあ、26から、とりあえず見ながらね。まあ、これは、リップ解説とかしない感じで、まあ、まあ、最初に、この、まあ、26だけ、とりあえず、ですね。まあ、序盤は、ペッカーを出さずに、2枚で保護を防衛するって感じですね。で、マスキにはポイズン。って感じで、序盤は、攻めすぎない。もう、攻める必要がないので、適当にユーノとかゴーストを流して、2枚。まあ、エレキプラスのユーノ、ゴースト、または、まあ、雪ドンプラスのユーノ、ゴーストとか、で、完封するって感じですね。はい。ってな感じで、まあ、ホグはね、序盤はあんまり入れないように、こうやって、ケツ工場、手札が回ったら絶対ケツ工場を流した方がいいですね。手札が回るんで、その分。で、手札に、その、U のゴースト、エレキのどれかを手札に残して、ホグを受けるって感じですね。はい。まあ、そんな感じで、見てもらえればなと思うんですけど、次のシーズンですね、ペッカが、射程がね、ロングからミドルになるんですね。で、今 1.6 なのが、射程 1.6 あるらしいんですよ、ペッカが。なんですけど、1.2 になるということで、0.4 マス加法なんですけど、まあ、それによってね、何が変わるのかっていうのは、まず、そうなんだろう。今までペッカが射程で殴ってた、まああれですね、タワー一発分ぐらい多く受けるようになるんで、ミリーで入れてた一発がまず入らなくなるって感じですね。あとは、その、アイゴレとか、スケとかをね、まあマスケとかタワーの間に入れやすくなったんで、より延命されやすくなるですね。こういう細かい系により弱くなるって感じですね。まあ、クロスとかホグにちょっと弱くなるかなっていう印象がありますね。はい。ってな感じで、まあ、やばい。あ、すいません。まあ、思ったより、そうですね。まあ、加工されるっていう感じはないんですけど、まあ、まだ、なんだろう。まだ使えますね。ただ、マルチで猛威を振るほどではないかなっていう感じですね。もう、そんな感じ。うん。まあ、めちゃくちゃ強いってわけじゃないけど、まあ、弱くはないぐらいじゃないのかなっていう感じですね。まあ、前の、もともとめっちゃ強かったペッカの、単純にね、射程が同じで、ヒットポイントが 9.5% 減っただけっていう感じになっちゃってるんでね、もう。なんで、まあ、そうですね、ちょっと使いにくくなるかなっていう。リーグとかでは、まあ別に個人的なね、もう本当個人的な話なんですけど、リーグとかではまだ使えるんで、個人的には安心してます。ただ、マルチじゃね、ちょっと使えないかなっていう、また新しい強いデッキを探さなきゃなっていう感じで、まあそうですね、次のシーズン強いデッキとかは、まあファルチェが流行って、まあペッカとかが減るんでね、まあファルチェに強いのはロイジャイとかですね、そう。で、ファルチェがウッドプラス、ライトニングですね。とかで死ぬんで、まあ、今のね、ロイジャイってライトニングウッドなんでね。まあ、ロイジャイとかが結構強いんじゃないかなと思いますね。あとは、ま、枯渇ですね。まあ、ファルチェと、
まあ、ファルチェを潰すスパーキーに対して、ロケットが強い、そもそも強いんでね、まあ、スパーキーとかもね、ちょっと流行りそうな気はするんですけど、ファルチェにやっぱ多分強いと思うんでね。うん、まあ、なんで、そこら辺に強い、まあ、ロケが入ってるね、ロケ枯渇ですね、が、まあ、強いんじゃないかなって思いますね。はい。っていう感じで、まあ、で、クロスとかは、もう、安定して強い。てか、一番強いなんなら、強化されたトリトンもね、そこそこ多分強くなるんですよ。うん。あれなんでね、コストが1下がるんでね、さすがにこのゲームのコストの1ってめちゃくちゃでかくて、そうなんで、結構ね、下がると思うんですね。下がるじゃない。上がる、使用率が上がって、強くなると思うんですよ。そうなんで、そうですね。まあ、で、まあ、クロスとかが結局強いんですよね。あいつがマジで許せないんですけど。そう、皆さん、ここにいる皆さん全員ね、クロス使いは許せないと思うんですけどね。まあ、俺もそうなんですけど。まあね、そうですね。なんでカバーしてるのかなってね、ちょっと気になるところであるんですけどね。しちゃってもいいんじゃないっていう。まあ、あと、迫撃ですね。迫撃は言うて、ファルチェの2周、そのファルチェの2往復とかで壊れるらしいんでね。はい。なんで、まあ、迫撃は言うて、あと、そんなんだろう。迫撃って、だいたい枯渇系なんですよね。その、クロスって、まあ、細かいのもあるけど、アーチャーとかで別にそんな枯渇要素はないんですけど、迫撃はやっぱヤリゴブとか、ギャングとかコウモリとか、そこら辺を入れて呪文枯渇させるっていうのがね、主な使い方なんで、まあ、そこら辺にね、ファルチが入ると、まあ、ちょっとね、迫撃が若干弱くなるのかなっていう気がしますね。ただ、クロス、お前はダメだっていう感じですね、もう。クロスがね、トリトンがそもそも多分施設に弱いんで、クロスには別になるので、クロス使いは何の被害も受けない。で、まあトリトン、そうですね。だから、まあトリトンとかは12勝できるデッキとかでは流行りそうだなとは思うんですけど、まあなかなかね、ちょっと使い方が見つかるまでは、難しいかなと。いう感じで、まあ、ペッカトリトンとかね、三十四トリトンとかもね、ちょっと実装された時俺がやってたんで、まあ、そこら辺もね、触りつつ、あとはファルチが間違いなく弱いことは絶対ないと思うんで、強いと思うんでね。うん。なんで、ファルチェの、まあ、デッキですね、を探しつつ、あとはま、ライトニングとかね、そこら辺が多分ライトニングプラスの呪文でファルチェが死ぬんで、まあ、ライトニングとかロケットとかですね、そこら辺が入ってるデッキもちょっと触っていきたいなと思いますね。いや、リーグでどうなるのかなーって感じですね。今日月曜日なんですけど、もう木曜日にね、キックス戦があって、そうなんで、もう、どうだろうなっていう感じですね。なんか、ファルチェがどれほど強いのかまだわからないじゃないですか。言うて動画でしか見てないんで。だから、言うてリーグに影響なければいいんだけどなっていう。で、そのバンカードもないから、とりあえずファルチェ行ったらめんどいからバンしようっていうのもないんで、もう本当にぶっ壊れじゃないことを祈ることしかできないですね。ワイラは。はい。ってな感じで、まあそうですね、まあキック戦次に控えてて、まあそこまでね、言うて、まあ動画をね、また出していけるようにしたいんですけど、キック戦ね、どうしようって感じですよね。キック戦前に環境が、まあ相手も同じなんですけど、そのね、環境が変わっちゃうんでね、もう、そう、なんでね、この動画もちょっとメンテ中とかに出していきたいなと思うんですけど、なかなかね、難しいですよね。その環境が変わるんで何を練習したらいいか分かんないみたいなね、まあ、個人的な悩みもそこそこあったんですけどね、そこそこ、まあそうですね、てな感じですね。はい、ということで、まあキックス戦に、まあそうですね、まあでもみんな言ってもラットとかもなんか40位ぐらいでね、フィニッシュしてて、で、みかんさんとか、まあ、みんなも普通に7200、300とか上がってて、結構いってたんでね。はい。なんでみんな結構仕上がりはね、順調なんで、しかもいろんなデッキみんな使ってて、もういい感じなんでね、キックス戦は、まあ、メンテがあるとはいえね、期待していってくれればなと思います。まあ、今一勝一敗なんでね、リーグ中、もうちょいね、もうちょい勝ち越したいですね。うん。言うてやっぱポンスならできると思うんでね。そうですね、でもアイアム JP とかやっぱあそこのペドロとかね、やっぱマルチで上位にいるんですよね、安定して結構。そうで、そういうプレイヤーって絶対うまいんでね、なんかウエストとかでもやっぱちゃんと成績残してるプレイヤーっていうのはみんなもうトロが高くて、あっちのねウエストの方の選手とかチャイナのね選手とかもみんなねやっぱトロが高いんで、そうだから俺も今シーズンはねいつもよりもトロ上げ頑張ってて、そうやっぱマルチじゃねってなって、しかもバンがなくなって、そう自分の得意を極めればいいみたいな感じになってるんで、ね、そうだから
もう今シーズン多分ポンスみんな結構マルチずっとやってたと思うんですね。前シーズンよりも全然。そうなんで、ね、まあ、みんな仕上がってると思うんで、ぜひ期待してください。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、次の環境出たら新しいデッキをね、バンバン紹介してね、行きたいと思うんでね、ちょっと更新途絶えて本当に申し訳ないんですけどね。また動画投稿していくんでね、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わります。バイバイ。